今回は11月16日の調整で敵への降下時間のみが延長されたノーマル赤目タケヒトを紹介していくよ。計略は式4で範囲内の敵味方武力知力をマイナス6する妨害、城から出すときに少し早く出して敵だけを入れたり、再起前に使ったりすれば式4としては破格の効果を得られるよ。降下時間が伸びたことでその時間の猶予も増えるね。守りにおいては式4で相手の式6級の計略と創殺に持ち込めることが多く、地震撤退のデメリットも1コスの武力1やからまあ気にならんかな。1コスとしてありがたい高知力副兵も評価できるポイントやね。開幕や相手の号令押し込みに対して不安もある。超絶強化軸のわらデッキとかで1コスパーツに採用するとかなり使い勝手良さそうに感じたかな。正しいものが破れるか。二度目はないぞ。見切った。失せろ。流派発動。二の方。見切った。ここの夏の役柄的にやね、反省点。お相手は向上力のあるデッキやから、こういう夏い展開を作ったらあかんね。諦めてなるものか。出過ぎたか。見切った。俺が毛利の部となり剣となる。任せておけ。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ、私は血筋。失せろ。行くぞ。一瞬に敵はいないだろうな。力が出ねえ。伏せろ。流派発動。三の方。行くぞ。出て大丈夫か。二度目はないぞ。俗称にはならん。主のプレイングのミスを茜がフォローしてくれたね。こんな感じで守りに関しては式音とは思えん性能しとるよ。これが現実だ、受け入れろ。見切った。行くぞ。伏せろ。チェクショー、ここまでか。不平がいるかもしれん、気をつけろよ。切って捨ててやる。俺が毛利の部となり剣となる。正しいものが破れる。行け。出過ぎたか。犬どもの分際で。違うんだ、私は
こんな感じで地上防衛のスペシャリストとして活躍できる計略になったね。今回はもう1試合あるの。
現実だ。受け入れろ。清和源氏の名にかけて悪鬼羅刹を殲滅する。くらえや。逃がさん一瞬。くらえや。見切って。逃がさん。犬どもの分際で。一瞬。見切った。爪が甘かったか。流派発動。一の型。行く。正しいものが破れる。一瞬。出過ぎたか。弱小。ここまでか。くそ。逃がさない。バッコに。見切った。優勝するぞ。逃がさん。違った。私は。くらえや。理想には遠く。流派発動。三の型。諦めてなるものか。周囲に敵はいないだろうな。任せておけ。出て大丈夫。これが現実だ。受け入れろ。行く。ザコがうじゃうじゃ固まりやがってよ。くらえや。犬ども切って捨ててやる。てらっ。行くぞ。くそ。一瞬。バコに。おお、一つの太刀。犬どもの分際で。一瞬。見切った。正しいものが破れる。出過ぎたか。くらえや。見切った。弱小。ここまでか。くらえや。もう容赦はせんぞ。一瞬。ゴーダ。人を信じれば痛い目を見る。違った。リュウハ発動。一の型。天気解放。諦めておけ。くらえ。一瞬。俺は死なんぞ。行くぞ。これが現実だ。受け入れろ。爪が甘かったか。理想には遠い。戦機解放。見切った。
動。ミノカタ。夢だ。切って捨ててやる。伏せろ。おう、一つの太刀。一戦で。正しいものが破れちゃうか。俺がやっちゃる。やっちゃる気に。敵の罠に気をつけろ。伏せろ。違うんだ。私はくそ。この犬どもの分際で。ご視聴ありがとうございました。